はい、どうも皆さんこんばんは。監督です。1月31日、1月の最後の日のトレーニングでございます、皆様。1月をやり残したことがないように、しっかり体幹トレーニングやっていきたいと思います。今日もね、昨日やった体幹トレーニングですね。あれでちょっと私、腹筋が筋肉痛になりました。はい、この筋肉痛にめげずにですね、毎日動画出していきたいと思ってますので、皆さんもね、しっかりついてきてください。それでは行きましょう。走る介護チャンネル。秋吉うまい棒焼き肉。この世の誘惑をすべて断ち切る男、福井県在住監督。この男が放った一言で陸上部のみんなを競技場へと駆り立てた。早くなりてえだと、欲しければくれてやる、呼び起こせ。まずはキレキレの股関節を手に入れてからだ。陸上部員は陸上競技場を目指し夢を追い続ける。要はまさに陸上ブーム。ありってキャノン。体幹トレーニングをしっかり毎日やっていきましょう。今回はですね、足をワイドに開いた状態で、その位置から内側に入れずに外に足をどんどん出していくといったような動きになります。とにかく足を開いた状態でやることによって内転筋に刺激が入りやすくて、そしてストレッチもかかるんで、すんごくおすすめです。はい、では次2セット目、2セット目も同じものやっていきます。ちょっと疲れた状態でどれだけクオリティを落とさずに正しい形でできるか、これがすっごくポイント。ここ我慢どころなんですよね。20秒頑張ればね、誰でも疲れる、誰でも姿勢崩したくなる、誰でも寝たくなる、誰でもお菓子食べたくなる。でもやる、ここで正しく綺麗にスピーディーにやる、これがね強くなる秘訣なんです。これをしっかりやっていきましょう。はい、では2セット終わりました。次の種目いきます。次は立った状態で膝、つま先を外に向けた状態を作ってもらって腰を落とします。はい、で腰を落として横にスライドしていきますね。はい、この時に背中が丸くなってしまったり、こう前に出した手がねどんどん下がったりとか、肘が曲がったり、お、今頭の後ろかきましたね。こういうのダメです。痒く立って我慢、男は我慢、女は我慢です。我慢をしてしっかりと姿勢を保持することに集中していきましょう。はい、 OK です。はい、 OK。 今ちょっとね、股関節に刺激を入れた後にこうやってワイドの状態で腰を落としてスライドすることによってね、またこう違った刺激が入りますんでね、すごくおすすめです。でこのまままた2セット目やっていきましょう。しっかりこう伸ばした方の足のかかとだけで、つま先浮かしていくっていうような動作もすごく大切です。そうすることによってストレッチもしっかりとかかってくるので、この意識でやっていってもらえればなと思います。で僕今ちょっとね、目線を下に落としたりしてますけども、これダメ、これはダメ、これはダメだ。電話番号の方に連絡して、参加申し込みしてください。それでは行きましょう。行くぞー。